2008年10月12日、サイエンスカフェ、初音ミクナイト、科学を超えた歌姫にて講演する代表取締役、伊藤博之クリプトンフューチャーメディア株式会社は、北海道札幌市中央区にある、音楽、効果音などの音に関連する製品を販売する、企業。単に、クリプトンと呼ばれる場合もある。CI は、音で発送するチーム。1995年に、 サウンド素材の輸入販売事業で起業し、サンプリング CD、DVD や効果音、BGM ライブラリー、ソフトウェア音源の開発、輸入、販売を手掛けている。主な取引先は、楽器店、コンピュータショップ、ソフトウェア流通業者などとなっている。また、2000年頃から、携帯電話の着信音向けに、効果音販売サービスを始め、現在、ポケット効果音プロ。 混ぜてよ生ボイス、初ネミクモバイル、ミクと歌おう等の着メロ、効果音、ギーボイス配信といったサービスを行う、携帯電話向けサイトも運営している。2020年には、新型コロナウイルスに感染した人物に接触した、可能性を通知するシステムを開発し、自治体等へ提供した。2013年11月2日の秋の報奨で、伊藤博之に、乱受報奨が授与される。 社名に意味はなく、適当な乱数から検索に引っかからない名前を生成した。クリプトンは特にヤマハの音声合成エンジンボーカロイドを採用したデスクトップミュージック用の音声合成ソフトの製造販売で知られる。2004年にメイコを2006年にカイトを販売。そして2007年8月31日にバージョンアップ版のボーカロイドにお搭載した。 キャラクターボーカルシリーズ第1弾にあたる、初音ミクを発売、一躍有名になった。第2弾の、鏡音、リン、レンも12月27日に発売され、2009年1月30日には、第3弾、メグリネルカが発売された。また、それらの人気を受けてボーカロイドに関連するコンテンツの投稿サイト、ピアプロを解説、自社の音楽レーベル、 カレントによるボーカロイドによって作られた楽曲の販売も行っている。また、同社製のボーカロイド製品はパッケージにキャラクターイラストを使用しており、このキャラクターイラストについては、同社が独自に定めたピアプロキャラクターライセンス及びクリエイティブコモンズライセンスによって、非営利での複製や二次著作物の作成、公開が認められている。ありがとうございます。